大韓民国は大韓民国臨時政府及び建国直後の大韓民国において使用された記念法。中華民国上海市で成立した大韓民国臨時政府は1919年4月11日に大韓民国元年4月11日と表記した大韓民国臨時検証を交付、公式な記念法として採用し臨時政府が作成する公文書のほか、 韓人愛国団、韓国幸福軍など関連機関でも使用されたとしている。1948年に大韓民国政府が成立すると同年9月25日、年号に関する法律を制定、大韓民国を公式な記念法に採用すべての公文書に大韓民国30年と記載した。しかし国会は法律施行に先立つ7月12日に、 大韓民国憲法を発布しており、その全文に制定年として、千訓4281年と記載しており、大韓民国歴の採用は、李正万政権が上海で成立した大韓民国臨時政府の継承政権であることを内外に表明するための強い意志が働いた結果とされる。その後韓国国会は、大韓民国歴と団訓期限の統合について議論。 大韓民国歴はわずか1ヶ月余りで使用が停止され、神話として朝鮮の建国思想とされる団勲ンンの即位を元年とする団勲起源が採用された。ありがとうございます。